米山は、新潟県中越地方と上越地方との境に位置する山である。標高992.5メートル。綺麗な四角水の頂上部を持つ山陽はよく目立ち、古くから海上交通の目印ともされた。かつては、新潟県を米山で分割して、米山伊マ島が下越後、米山伊勢が上越後と呼ばれていた時期もあった。江戸時代に、 北陸道が再整備された時には、米山6の米山峠には、八崎関が設置され、出雲崎や佐渡島に向かう旅客を取り締まっていた。山体が火山岩でできていること、山陽も火山を思わせることから、かつては死火山とみなされていた。だが、昭和の前半に火山岩は古い海底火山の名残であり、山そのものは火山ではないことが判明している。 二千二十年八月十日、上越市の小学六年生の男児が登山中に、疲れて登山道で座っていると滑り落ち、行方がわからなくなった事故が発生した。その翌日の八月十一日の午前六時三十七分、男児の母親が声がした。という大声を上げ、捜索していた家族と警察、消防が母親へ近寄ると、水の林道口から約百メートル登った。 登山道の矢部から男児が自ら出てきたところを保護した。男児は登山前に母親に買ってもらったコカ・コーラで上をしのぎ、保護されるまで一歩も動かず、助けを待っていたため、すぐに発見することができた。新潟県立図書館法2003年8月20日号、柏崎市立図書館米山峠。ありがとうございます。